皆様こんにちは。ゴールデンウィーク真っ只中、いかがお過ごしでしょうか。車に乗る機会が多くなるかと思いますので、本日はお出かけ前に行えたお車のチェックを動画にてお伝えいたします。皆様と一緒にお車のチェックを行うのは新人セールスの清水くんです。はい、新しくフォルクスワーゲンカスカベに入ることになりました清水明文と申します。これからよろしくお願いいたします。では早速点検を始めていきます。冷却水の量が適量であることを確認いたします。こちらにあってマックスとミニマムの範囲内にあるかを確認します。こちらのように少し出ていますとエンジンが熱くなった時に溢れ出す危険性がありますのでお気をつけください。次にバッテリーの状態が適切であることを確認します。こちらのマジックアイから覗き込んでいただいて、こちらの車種ですと黄色なら点検が必要です。またお車の年式でバッテリーの仕様が異なることもありますのでご了承ください。そしてブレーキフルート、こちらの黄色い液体のブレーキフルートの量が適量であることを確認いたします。黄色い液体がマックスとミニマムの範囲内にあれば正常です。こちらのように量が見づらい場合はこちらのように車を揺すって液量を見ます。最後にエンジンオイルのオイル量が適量であることを確認します。車を平らなところに停止させ、エンジンが冷えた状態か、またはエンジンを停止させてから5分以上経過した後に点検します。こちらのディップスティックを一度抜き取り、付着したオイルを拭き取ります。サイドスティックをカチッという音がするまで差し込みます。もう一度スティックを抜き取り、オイルの付着している位置を確認します。 A の範囲ですと適量です。そして B の範囲ですと 0.5 リットの補充が必要です。そして C の範囲ですと約1リットルの補充が必要になります。以上4項目が行いたい点検項目でした。お出かけの際はこの点検を行って安全で快適なドライブをお楽しみください。そしてぜひショールームにも遊びにお越しください。こちらは当店の試乗車でした。